今永勝ちで大谷ボエ。MLB コムのフロントオフィス幹部によるオフシーズンのベスト契約を選ぶ投票で、今永翔太投手が大谷翔平選手を抑えて1位に輝いた。評価は米国でも急上昇で、大リーグ公式サイトの新人王模擬投票で1位に、各球団幹部によるアンケート、今オフ最高の FA 契約でも最多得票だった。前回の新人王模擬投票では投票者43人中7人から1位票を獲得し、調理王と山本に次ぐ3位となっていたが、今回は投票者38人中25人から1位票を獲得だ。リーグ新人王の最有力候補に躍り出た。トップ5は1位マナガ、2位山本、3位ジャレット、ジョーンズ、パイレーツ、4位マイケル、ブッシュ、カブス、5位ジャクソン、メリル、パドレスという顔ぶれになっている。メジャーデビューから6試合、計34回3分の2を投げ、5勝0敗、防御率 0.78 となっており、デビューから6試合で防御率 0.78 は史上4番目の好成績という。ある幹部は、今永の4年5300万ドル、約82億2000万円の契約は現時点でバーゲンに見えると話した。7日、日本時間8日午前8時40分のパドレス戦に先発予定となっており、0人演し、ドジャース、14年田中、ヤンキース、現楽天に並ぶ日本投手最長の開幕6連勝を狙う。7日はドジャース、山本がマーリンズ戦、タイガース、前田がガーディアンズ戦に先発。今月1日に続く日本投手先発3勝なるかにも注目だ。大谷翔平が打撃で大暴れしている中、それを抑えた新人王候補筆頭のカブス、今永がメジャーを席巻していく。今永、大谷さん超え来た。山本由伸よりも最初は評価も注目も低かったのに、まさか大谷まで抜くことになるなんて誰も想像していなかった。今永はメジャーで無双中。このまま勝ち星を上げ続けて、大谷よりもどんどん名を広げてほしい。大谷さんが抜かれるとは、それほど今ならの評判がどんどん高くなっている証拠で、今やメジャーの剛腕とも肩を並べる存在になった。今永のこのニュースは一番生の声の評価だから、本人も嬉しいだろうね。この成績を山本と前田健太、そして松井も意識してほしい。日本人メジャーリーガーの評判うなぎ登りで、さらに日本が草刈り状になる予想。まさにダックホース。ただもこれは文句なしだろう。投球がとにかく落ち着いてるよな。見てて本当に安心感がある。メジャー1年目とは思えないよな。まだまだ勝利積み重ねそう。今永のおかげで日本人選手の価値がどんどん上がっていくぜ。山本由伸と今永、さらにはダルビッシュか。日本のピッチャーは安泰で世界レベル。何勝できるかめちゃくちゃ楽しみだな。15勝は期待してしまう。今永このままサイヤング賞取っちゃえ。大谷も悔しがっているだろうね。これで大谷がさらに火をつけて活躍してくれるんじゃないか。今永は何も気にせず、これまで通りの投球をして勝ち星を積み上げてほしいね。日本人選手でメジャー球界を盛り上げてくれていることが日本人にとって誇りだ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。